どうもしげしげです。本日はモンハンコラボ終了直前ということで、メルゼナ買った方がいいのに対する結論出していきたいと思います。個人的にはメルゼナは買いだと思っております。なぜかというとですね、直近フェスゲンヒロインの情報修正、復刻が発表されたわけなんですけれども、その中で闇プレーナー、こちらですね、新しく実装となったわけなんですけれども、HP が 20% 以下で使用可能、一ターンの間自分の攻撃力が5倍、消せないドロップ倍の覚醒無効状態全回復で、覚醒スキルも HP50% 以下強化に加えての超コンボ強化とか無効感とか持てて、火力ゴリゴリ出せる、3ターンで打てる破格の回復薬っていうのが実装されるわけなんですけど、されたわけなんですけど、このキャラを生かそうと思うと、やっぱり自称と変換っていうところで、闇の式神ですね、ガンホーコラボの。あのキャラがだいぶ相性いいかなってなってくるんですけど、いかんせんその自称してしまうと復帰も考えなきゃいけないと。で、式神は別にその両端変換は持ってるけど、回復は作ってくれないという時に、リーダーでの話ですけど、ドロップを消した時、回復力 ×15 倍の HP を回復、この自動回復リーダースキルが生きてくるわけですよ。で、それが組めてしまうと本当に強いので、そういった面で個人的にメルゼナかなりこれからの環境でもやれるんじゃないかと思っております。さらにプラスの要素でいくと、スキル6ターンでね、盤面を76マスにする、これ2ターン継続のものを持っておりますので、今後新しく実装されるダンジョンの中で、なんか盤面コロコロいじられる、もしくはちっちゃくされるようなところにも対応することができると。そういうね、未知のギミック、未知でもないですけど、そういう未来想定される害悪ギミックに対しても強く出れるんじゃないかというところで期待しております。潜在も8枠で、こういう風にね、リーダーチェーン体制遅延2個みたいな感じで、リーダー性能も高いですし、お邪魔の完全体制っていうところで体制も1個ね、持ってるっていうのも偉いし、進化先も2パターンあって、片方は、闇に特化した HP が漏れる武器、さらにもう片方、こっちは作ってあるんですけど、スキブ2ターンヘイスト武器、さらに激減も貼れる、4コンボ加算もある、コンボ強化もある、自動回復も強化できると。言ってしまえば天下り先のようなものも用意されてるわけですよ。でいくと、かなりお得なんじゃないかなって思っております。逆に言うと、その闇パを使う予定のない方、その式神とか闇プレーナーとか持ってねえよ、作る気ねえよみたいな、そういう方はその闇の強キャラたちが揃うまでは結構ボックスで眠っちゃうのかなとも思うんですけど、そこはご自身のボックスと相談していただいて、あとはお財布と相談していただいて検討してみてもいいんじゃないでしょうか。ということで、本日はメルゼナ買った方がいいのに対する僕なりの結論をですね、喋ってみました。何かの参考になれば幸いです。本日は以上です。さよなら。